それはアンプは下で。で当日は、お二人は、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。皆さんこんにちは、菊神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、普段もう違和感のあるクラウン、おお、そしてこれは今回菊神チャンネル始まるよ。はい、皆さんおはようございます。菊神チャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。現在ね、滋賀県におります。ここから今日は野口オートキャンプ場オープキャンピングカーバケーション2022オータムーンのね、開催地まで、高速道路でね走っていきたいと思います。今日もね、助手席には監督をと一緒ね、ホンビングブレーキで後ろにね、減速を配置して、空港、あ、そっか、和歌山だから関西空港方面だもんね。でどっち車線、枚方京都、え、どっちでもいいの、大丈夫合ってる不安になるでもあれだね、こういう高速のジャンクションのカーブの足回りめっちゃいい、この車すげえ安定してる。多分これはカムロードがいいっていうだけじゃなくて、このレンタカーのオーナーさん、オンズキャンパー大阪のオーナーさんの多分足回り、なんかランチョとかマシリーフで強化してるって言ってたから、そこら辺のあれが出てるよねこれは安心。よいしょ、で当日はお二人はトモさんとキクシンさんっていう感じで、まあ、ここもいいすっきりするかなと思ってたんですけど、まあ広いから別にいいかな。あ、これはオーニングとかなんかそういうあれスペース。入るよ。それはアンプは下で。このスピーカーがちょっと高い。違うんですよ、こういう日常はあげないんですよそうなんですね、あんまりおはようございますっていうので、ちょっとスタッフをみんな呼びます。ぜひともよろしくお願いを申し上げますけども、まあ、その中でもですね、今回4社の、協賛企業様に来ていただいてます。
大阪のラジオステーション FM802 でラジオ DJ やっております、坂東彩香と申します。私あの奥田さんに今ご紹介、ザ・チャイナワイフ・モーターズというバンドを、組んでましてですね、年間100本、はい、次にですね、今回参加していただいた YouTuber さんの、ご紹介といいますか、一言ずついただきたいなと思っております。はい、まずはケンキャンさん、ウーチャンネルさん、ユウスケさん、オヤジパンダさん、キクシンチャンネルさん、トモさん。はい、皆さんこんにちは、キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、普段あんま顔出しを一切しておりませんので、今日ここで出会えた皆さんと実際にこう楽しくお話ができたら嬉しいなと思っております。今回は僕岩手県に住んでるんですけど、今回はですね、ポンズキャンパーさん のレンタカーを借りて、飛行機で来てレンタカーを借りてこのイベントを参加に来ました。友達の監督を連れてきました。飛行機にね、座席を1席1万円払って取って連れてきたので、ぜひみんな一緒に写真を撮ってあげてください。監督とよろしくお願いします。楽しく過ごしましょう。ありがとうございます。2人分です。はい、はい、こうやってね、いっぱいキャンピングカーがねこう止まってるんですけど、もう違和感のあるクラウン、おお、そしてこれは今回ね、宮城から来ていただきましたキャンピングトレーラーね、久しぶりです。こうやってね来てくれて行けるのがいいです。実はね、さっき相談して次のところに一緒に行こうってことになってたので、ちょっとまた取り合いっことができたら嬉しいなと思っています。僕のね、夢が一つずつねこう実現できて嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はぁ、うますみません。もう顔もないよ。もう顔もない。お呼びするので、呼ばれたら。1番から呼ばれるね。準備はいいですか？はい。何番ですか？22です。22何番ですか？82。なんかまだまだなんかどっちがいいんでしょうね、後の方がいいのか。いや、そらそうじゃない、やっぱ後の。はい、お願いします。ありがとうございます。やったー。あ、お、いいじゃないですか。いや、今日食べようかな。お肉にアクセル。おー、いいっすね。いいっすね。はい、はい、13番さっきにやってください。どうぞ。はい、どうぞ。うん、1個。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、5歳。どうぞ。はい、はい、ありがとう。はい、どうぞ。いっぱいあるじゃん。はいです。はい、案件でしょ。楽しいことしてたんじゃん。さらば撮ってたんやのか。ラーメン食ってたな、ずっと。さっき、おいしい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 言って食べてました。とりあえずワイン外されたんで。作ったんすか？手作りで作って送ってくれたので、今日のイベントで。かわいい、うん、なんか海っぽいね、なんか確かに袖とサーフみたいな。すごい、ありがとうございます。ね、そうそう、手作りで作ってくれたので。ありがとうございます。ありがとうございます。ビンゴカード、とりあえず 1,2,3 4枚買いました。欲張りだからね。31番。31番ないな。はい、おられないですよね。はい、ビンゴ出た。11番開いた。おめでとうございます。
よし、じゃあ入っていきましょう。入るとね、すぐこうとスペースがあって、ここが今回はカメラ機材置き場として使っています。入ってすぐだから靴を脱がないでここにある荷物をすぐ取り出せるのはすごくいい。でこっちがキッチンね、使ってるかな。今回ねキッチンは使ってなくて、歯磨きとかするときだけ使ってます。でここがマルチルーム、普段トイレを置いてたりとかするのかな。今回は使ってません。うん、あの実はイベントの荷物をここにね少々積んできたりとかしたので、ここは空きスペースですね。キャンピングカーって一概に言ってもレイアウトがねいろいろあるんだと思うんですけど、贅沢に使うならこれかいいかな。監督と二人旅だったらこっちの方がいいね。撮影しながらとかの旅だとこっちとってもいいなってすごく思います。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ネギが僕は大好きです。あれ俺ネギとかやったYouTuber さんがねこう撮影をしているんですね朝ね。おはようございます。すごいね、雨の予報だったのにめちゃくちゃ晴れてきました。でこれがね今回僕が乗ってきたコルドリーブスです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと勝手に撮らせてもらって大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、あ、そうなんですか。かっこいい。行くよ仕事。最後ねみんなを見送って帰るところまでやろうね。どうしたの。眠い眠い。はい、皆様2日間ありがとうございました。はい、天候の方もねすごく皆さん心配されながらねお越しいただいたと思うんですけども、なんとか皆様の ね願いといいますかが叶って、まあ、無事にねイベントを全て、こなすことができました。ちょっとみかん狩りだけが残念でしたが、はい、ということで、キャンピングカーバケーション2022オータムはこちらの方で終了とさせていただきます。あとは重大発表がありまして、実はですね、はい、2023年4月15日16日土日なんですけども、キャンピングカーバケーション2023スプリング、こちらの方、渚園の方でさせていただきます。はい、で、詳細の方は持って、盆栽
キャンパーですね、公式ホームページの方で、近々、公開させていただこうと思うんですけども、まあ、台数に関しては過去最大の枠を取っております。皆様のね、ぜひご参加をお待ちさせて、ご参加を、ね、お待ちしております。で、今回ですね、お越しいただいている方から優先的に先着申し込みみたいな形でさせていただこうと思ってますので、まあ、皆様ね、来ていただいている、名簿を全て僕が持ってるんで全部結構しながら、ね、入れていきますので、ぜひ、ご参加いただけたらと思います。はい、では、次ですね、次のキャンピングカーバケーション、渚園で皆様お会いしましょう。はい、ありがとうございました。You will be gone. Ooh, ooh, ooh. You'll be. Yeah. Now don't believe him. He's a liar. まさか和歌山にさ、この宮城ナンバーもさ、トレーラー来るとは思わないよね。え、監督帰らないの一緒に。あ、ここに残ってもう少しトレーラーで楽しんでから来るの。こっちがね、プレミアムサイトで、付属格ありますね。とったびさんが乗ってた車、ジャンボのこのシェル乗ってるやつね。